白童小説、虎次郎の告白は、映画監督、脚本家の山田洋次による、長編小説。結構毛だらけ、小説、虎さんの少年時代と題し2011年1月から2012年11月に、かけて、男は辛いよ虎さん DVD マガジンボリューム1から、ボリューム50に、連載、開講、過失を経て解題し、講談社より2018年9月7日に、 観光された。山田監督による映画、男は辛いよ、シリーズの中で描かれなかった、主人公の、虎さんこと者虎次郎の生い立ちを、虎さん自身が語る一人称形式で描く。少年、虎次郎と題して NHK 総合テレビの土曜ドラマは国て、岡田義和脚本、井上真央主演により2019年にテレビドラマ化、された。車虎次郎、少年、 虎次郎と題し、NHK 総合の土曜ドラマ枠にて2019年10月19日から11月16日まで放送された。連続5回。脚本は岡田義和、主演は井上真央。NHKBS4K にて2019年10月16日から11月13日まで、毎週水曜日の19時50分から20時39分に。 先行放送された。2020年12月4日、11日に、スペシャル版が、ドラマ10で放送された。2021年5月17日には、前後編をまとめ未公開シーンも加えた、スペシャル完全版が放送された。主要人物その他2019年放送スペシャル版、少年虎次郎に関するカテゴリー。ありがとうございます。